反乱軍は北条との戦いに勝利、そして妖魔を操る女ダッキ、彼女もまた腕輪を求めているというが、信長と同様目的は不明なままである。次々と判明する新事実を前に反乱軍陣営は困惑していた。劉備はすっかり取り囲まれておるの。信長は容赦を知らぬ。こうも立て続けに我らを攻めると。まあ今回の進行には信長の腕輪を狙っているという見たことのない青年が、しかし詳しいことを聞く間もなく彼を追って信長が現れ、もしや協力を求めてきたというその方は。おや、よくご存知で。武田領が襲われた際、偶然ですが危機を救っていただいたのです。劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。バカだ、なぜ劉備軍がこんなところに。開きましょう。幸い我らはこの辺りの地理には明るい。官道を抜け撤退しましょう。分かった、皆力を合わせこの七を脱するのだ。信長さん、劉備軍は撤退を開始したようです。いかがなさいますか。人間取り残らず打ち果たせ。まずい、早く劉備殿に逃げてもらわないと。まさかあの劉備と戦うとはな。息子の方はよく知ってる。ひょうひょうとしているがかなりの手だれだ。油断はできない。一人では信長から腕輪を取り戻すな。そう思い劉備殿に協力を求めたのだが、信長に感づかれこのざまだ。すまない、私のせいで皆を窮地に。気に病むことはありません。今度は私がお助けいたします。
見事だ。これからも頼みにさせてくれ。信長様の命令です。ここで散っていただきます。父上、やっと会えたというのに、わらわにも花のごとく散れと。なぜあなたがそちらに。信長様に歯向かうなら見過ごせませんが。はい、はい、はい、敵を排除してください。燃やし尽くせ。おめえの策に乗るしかなさそうだな。感動に入ろうとする敵は俺が止めてやる。見ていて。でも差がありすぎる。絶対に誰も通さねえ。ここが炎鬼と張飛の大舞台だ。うわあ、なんて強さだ。とてっこねえ。兄者のためなら体張るぐらいなんともねえ。ご覧あれ。さあ、命が惜しくねえやつはどいつだ。知略を試させてもらおうか。一息に攻めましょう。はい、わかりました。はい、敵将撃ち取ったわ。背中を見せるは恥だが、俺は副兵として待機し、追撃部隊を奇襲します。拙者も手伝います。軍神のこの力、今こそ見せる時。分身。人間とは面白い異名をつけるものだな。師匠殿はもう決定したようね。その分私が頑張らないと。新手か。邪魔するならお返しをしてやらねば。アニジャ、逃げ切ってくれよ。信長が迫っているか。劉備殿には急ぎ逃げていただかねば。やるの、褒めて取らすのじゃ。今包囲しろ。これ以上は進ませぬ。拙者が相手だ。よい子、あらまってみせよ。
信長のあの姿、なんという威圧感だ。ご覧あれ、父上以上の力を感じる。信長はうまく腕輪の力を引き出しているが、手ごわい敵だ。雪村殿こそ無双の英雄、オリュンポスにもこれほどの戦士はいるまい。役目は果たせたか。あとよろしくお願いします。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。諸葛亮殿がいない劉備軍が相手だ。この私でも十分立ち向かえよう。諸葛亮とやらがいなくてもわらわたちは十分強いのじゃ。受けてみよう。燃やし尽くせ。少しは足止めができたか。ユキ殿、無事を祈ります。信長もなかなか執念ぶっ。劉備殿、俺が止めますので先に撤退を。うむ、そち一人で大丈夫なのか。わらわも一緒に行くのじゃ。おお、よくやってくれた。劉備につく者は名伝入り。来たか。魔王と悪党で一勝負どうだ。よかろう。見ていて。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。真田の一発。これはまずいか。誰か援軍を頼む。敵と撃ち取った。おもし
白い。なんとか退けたか。おしまいにするわ。ここに来たのね。兵を伏せていたとは。もはやこれまでか。いいえ、この雪村が最後まで劉備殿をお守りします。何かを変えるには力と覚悟が必要。そうでしょ。信長には覚悟がある。もちろん。あの一息に攻めましょう。孤独な戦いを選んだ。やりなさい。劉備につく者はこの乱が打ちます。おしまいに。君にやられるわけにはいかない。どきなさい。この世界の混乱を収めるためにも。やりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿には迷惑をかけてしまったが、こんなつもりではなかったのだ。ふう、なんとかなったな。本当に危ないところだった。救援がなければどうなっていたことか。来てくれて助かった。ふむ、気にせずとも良いのじゃ。ふむ、その手がかりを握っているのは。そうだな。まだ詳しい話を聞けていなかったが、ペルセウス、お前は腕輪を取り戻したいと言っていた。いや、残念ながら。だがあの腕輪を作り、オリュンポスを支配する主神ゼウスだ。ゼウス？聞いたこともありませんが。君たちとは別の世界の神だ。無理もない。ゼウスは強大な力と並外れた好奇心を持ち、そして今度は
君たちに目をつけたんだ。ゼウス、絶対的な力でオリュンポスの神々を、人間を支配する存在。ゼウスはある時、奇妙なものを作り出した。蛇の化け物メドゥーサの髪を魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕輪だ。それぞれに神の力を宿した8つの腕輪。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだと。このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれ、そう思い腕輪を奪ったのだが、それに気づいたゼウスの娘、女神アテナはどこまでも私を追ってきた。そして命からがらこの世界に逃げ込んだものの、衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち、信長の存在にはすぐに行き着いたよ。だが彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのはあまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ、劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め、世界をゼウスの手から救うために。にわかには信じがたい話ですが。しかし信長が腕輪を使い。ただなぜ我らなのでしょう。そこまでは私にもわからない。だがただ一つ言えることは、奴にとっては人間などゼウスの気まぐれに巻き込まれ、運命をねじ曲げられたものを私はたくさん見てきた。けどよ、おめえはなんでそんな必死になってるんだ。遠いとこにいる俺たちのことなんて放っておいたっていいだろうに。責任を感じているからだ。ウロボロスの腕輪の元となった化け物メドゥーサを撃ったのは私だ。こんな使い方をされるとは思わなかったが、それに私はゼウスと人間の間に生まれた子、ほとんど会ったことがないとはいえ。ペルセウス殿、お前の覚悟立派なものだ。まだ見えぬことも多いが。劉備殿、感謝する。おお、延喜と長飛様のお出ましだぜ。拙者は官兵軍神の子なり。序玄直だ。とりあえず行こう。うまくいったみたいこれで大丈夫ね。あのペルセウスさん、実は私も腕輪を持ってるんですが、何も起こらないんです。私も詳しいことはよくわからないんだ。力の発動には何か条件があるのかもしれない。今は信長の目的もゼウスがどこにいるかもわからない。まずは腕輪を確保することが急務ですかね。ええ、信長がこれ以上力をつけたら危険だわ。うん、何としても我らが先に見つけねばな。信長が腕輪を探させていたという忍び、彼は確か北条の手の者でしたね。俺は先に偵察に向かいます。
場合によっては戦いになるかもしれませんが。無論無意な戦いは避けたいが、腕輪が他の者の手に渡っては困る。わかりました。では失礼。あの、私も皆さんと一緒に行かせてください。わかった。そなたがそこまで言うのなら。なら俺も。姫様には世話になったし。加工派さん、ありがとう。とても心強いわ。本当は父となど戦わせたくない。だが争いを終え、君たちは準備。あの不思議な武器のことでしょうか。この世界はおそらく腕輪の力によって無理やりつなげられてできたものだ。その歪みに巻き込まれて神器も出現したのだろう。よくわかりませんが、これ使っちゃっても大丈夫なんですか。ああ、神器には神々の力が宿っている。